立浪監督がいなくなった中日ドラゴンズの空気、寂しい。面白いことしてくれよ。だから言ったやん、話題性ないと注目されなくなるからな。小笠原とライデルとビシエドと周平が面白い席するまで待てて。中日のシーズンはまだ始まったばかりや、これからの活躍に期待よ。深刻なタッツロス。これから起こる大きなイベントといっても、ライマル、小笠原遺跡くらいだけど、サプライズでもないしな。普通に A クラス入ってつまらないチームになりそう。ファンはそれが一番の望みやから、それでええわ。ゲンドラも石垣で終わり、トレードも戦力外獲得も何もないと思うわ。タッチいなくなったから面白トレードもないだろうしな。今季は流出は多そうやけど、みんなの意見もコメントで教えてね。チャンネル登録よろしく。本当によろしく。